こんにちは、よしおんです。ね、11月後半でそろそろ忘年会の季節かななんていうふうに思うんですけれども、今ですね、僕が、企業顧問、複数のね企業顧問、そしてプロジェクトをやれてることのですね一つにやっぱりチームを組んでるっていうのがあるんですよね。で、やっぱり一人じゃこう解決できなかったりとか、プロジェクトマネジメントできないとかっていうのを自分の周りに、優秀なメンバーとかですね、それはやっぱり個人が多いですね。はい、個人のチームを組んでやってるんですね。で、その個人っていうのは、サラリーマンやりながら復帰をしてる人もいるし、もう本業でね、もう今年でサバイブしてるっていう人もいるしね。で、あと当然法人もねいるんですけども、そんな大きな会社とやり取りすることはなくて、僕も会社員時代は、そこそこ大きな会社いたっていうのもありまして、そうすると大きなね、広告代理店とか、そういうところも仕事をしてたんですけども、今はそういったねところじゃなくて、やっぱり個人ですね、優秀な個人と、こう小規模な精鋭された会社とですね、一緒にタッグを組んで、企業顧問に結構当たってるんですよね。うん。でですね、そんな方々からですね、いつもチームを組んでる、二人、から、これは僕よりも全然年下なんですけれども、吉野さんね、忘年会しましょうと。うん。で、サウナ忘年会どうですかって言われて、お、いいねなんて言ってね。そのうちの一人はね、僕がサウナに引き込んだ人間でして、一緒に会議をした後にね、何度か一緒にサウナ行ったりとかもしてますし、サウナ敷地とかもね行きましたね、静岡のね、一緒にサウナ敷地も行ったし、青森にもね来てもらったりとかしてますしね。で、彼は漫画家なんですけど、 YouTube の、プロモーションとかを得意としてる人間でして、で、もう一人は LINE ですね。LINE を、公式 LINE の構築とか、グロースハックの人間で。で、彼は、会社員やりながら、副業やってるんですけど、で、その、彼の方はね、まだまだサウナビギナーでして、吉野さんもサウナ決めてくださいと言われまして、非常にこう悩んでる。場所をどこにするかって悩んでるんですよね。いい意味でね。うん。で、昼から、どうでしょうね。2時、3時ぐらいからサウナゆっくり入って、その後こう、そのサウナ施設の中で、サ飯のみですね、いうのもありだし、外に出て、サ飯なんだろうみっていうのもあるので、どこがいいかなんてね、ちょっと、いろいろまた楽しみながら、僕自身悩んでるんですけど、そんな動画なんですけどね、はい。フィンランドでですね、の、こう、名言で、大事なことは会議ではなくサウナで決まるっていうね、フィンランドで言われてるみたいなんですけど、忘年会ではあるんですが、2025年ね、どういうふうにね、新しいプロジェクトとか面白いことやっていこうか、みたいなね、そんな話が、この3人でできればな、というふうに思ってますし、2025年の、サウナ会2025をですね、また新しいいろんな人間を巻き込んで、やっていければと思うんですが、で、候補先ですね、今ちょっとここに画面にちょっと載っけてるんですが、一つはね、池袋軽丸、これ一番あれかな、今候補大きいですかね。池袋っていうね、土地柄もあって、皆さんその集まりやすいっていうのもありますし、ビギナーの、サウナビギナーの方にやっぱ味わってもらいたいのが、その、サウナ師のね、熱波と、あとは、外気浴スペースとかね、やっぱり高レベルのクオリティのサウナ施設ですね。そこはちょっと味わってほしいなと思ってまして。そうすると池袋軽丸ってのは一つ大きな候補先なんですよね。駅からも近いですしね。あとは、池袋は美味しくてね、安いお店があるので、そういうところもいいですよね。だから、軽丸の中で食べるんじゃなくて、外にで食べるっていうね。
できれば軽丸に泊まれるんですよ、軽丸って。なので泊まるかっていうねパターンもありますよね。サウナ行って飲みに行ってもう一回サウナ行って、朝サウナ浴びて帰るみたいなね。うん、まあ二人が帰りたいって言っても僕は泊まろうかな。うん、まあ池袋軽丸があると。2番目がですね、まあ、僕が出張前に必ず行く、サウナ歩行ですね、上野。で、これはですね、いいんですが、予約が必要なんですよ、サウナ。今、歩行って、むちゃくちゃ人気なんでね。だから、ちょっとその辺が気になるなっていうところと、あとは、やっぱりね、飲み、サウナ歩行の、休憩スペース、飲みの、あの、ご飯食べるところですね。やっぱそれがね、並びますね。並びます。ので、ちょっと、どうかなっていうところありますね。候補さんがですね、スカイスパ横浜。まあ、これも僕のホームタウンなんですが、これはね、何がいいってね、やっぱ熱波ですね。熱波市が一時が大きにある熱波があるんですが、これはね、最高ですね。いや、まあ、そのエンターテインメント性もあるし、まあ、お互いをこう、なんていうの、あの、サウナーも、その熱波市に対してこう、リスペクトしてね。いう、こう、雰囲気もありますし、その熱波師の方も、いかにこう、整わせる、楽しませるかっていうところの、会話があったりとかしまして、まあ、そこ非常にいいなっていうところもあるんですが、これね、スカイスパ横浜って、あの、横浜駅併設、あの併設のスカイビルっていうのがあって、そこの14階にあるんですよね。で、当然飲めるところも、ご飯食べるところもあるんですけども、チゲ鍋とか有名ですね。断蜜さんも大好きというチゲ鍋があるんですが、まあそこでやるのもあるし、あとは、まあ出て横浜周辺食べるってもあるんですが、まあ横浜駅っていうのはね、まあいわゆるこう商業ビルなので、そんなね、まあなんかこう、いわゆるこう、赤ちょうちん系のところとかはね、ちょっと歩かなきゃいけないので、うん、ちょっと利便性があれかなっていうところですね。やっぱり池袋、にはちょっとね、叶わないなっていうところありまして。で、候補4。これも結構候補ですね。赤坂のサウナ東京。これ先日のね、サウナシュラン2024が発表された時の、確か第2位だったと思うんですが、これ、サウナ東京非常にいいです。はい。ビギナーの方もね、ここに行けばかなり、楽しめる、ところですよね。まあ、楽しめるっていうのは、いくつかのこう、サウナ、何種類かのサウナ、4種類ぐらいのサウナがあって、まあ、水風呂も温度も楽しめましたしね、休憩スペースも非常にたくさんこう整い椅子がたくさんありますしので、まあその整い難民にならないっていうところもあって、うん、であとは赤坂っていうところがありますので、まあそこを出てもね、美味しい食べ物屋さんがたくさん見つかるっていうところがある候補いいですね。で、候補5がですね、錦糸町の小金湯。最近行ってないんですけど、いわゆる町サウナをリノベした、小金湯ですね。で、これは僕が以前、顧問していた社長さんをね、お連れしたこともあったりとかしたんですけど、小金湯、いいですね。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 これ茶道っていうね、ドラマの、確かセカンドシーズンにもね、小金湯出てきましたけど、はい。クラフトビールとかね、クラフトビールとか飲みだと思うんですし、もう当然錦糸町っていうところもありますからね、まあ、近くに美味しい店を食べれるっていうところがありました。ですね。だから、どうだろうな、まあ、軽丸サウナ北欧、錦糸町、まあ、この辺ですかね。はい。うん。そんな形で今日お話しました。それではまた。